いや、これ絶対やばいだろう。素晴らしいゲームだろ、絶対に。藤原カムイさんってあれじゃん。ロトモンの人じゃん。お!デフォルトであるんだ、アークって。じゃあそのままでいいかな。おい。ネームエントリー。今日
曲もなんかいい感じらしい。序章、旅立ち。ほら、ソウル三部作が提示する答えを知りたい俺は。ソウルブレーダー、ガイア幻想記ときて、なんかいろんな問いかけがあったけど。そして俺は最後の答えが知りたい俺は。うなされていた。結構、音ごついな、なんか。クリスタルブルー。何？なんかオープニングであったよね。ああいう感じのやつ。なんか変な。プカプカっと。お。なんかちょっと独特だな。なんかすぐ止まんない。なんかすげえ、なんだこれ。なんかやたらリアルというか。すぐパッと止まることができない。これ何？セーブ？セーブか。びっくりした。これ何？ジャンプ。ほう。うっす。熱いよな。表の世界の涙。こっちに行けんの？あ、行けるっぽいね。お、なんかめっちゃ人がいっぱいいる。元気かい？起こされてみたい。台無しにした？畑のかぼちゃ全部と結構なんかあれだな、荒々しいのか、意外と。ほん。呼ばれてるような気がする？恥ずかしくないのか。これ？そのなんか、か、助け。なんか聞こえた。開けらんない。ダメだ。まだあれなんだ。お。まず宝。ははは。ずいぶん突っ込んでくるな。めっちゃ突っ込んでくるな。まあ謝るのは一番だろう。屋敷の上の方にある。へえ、戻ってくるんじゃなかった。まあ多分いろいろ探索しつつも行けばいいか。お、お、お、うっす。目が潰れると脅かす。何見ると脅か、モテるんだ。やばい。結構すごいね。細かいな。ちゃんとあれだ。ちゃんとなんかあれだな。先を読まれてるな、なんか。やばい。やばい。やっちまった、これ。もしかしてこれ、ちょっとやばいかな。なんか、悪い、悪人ポイントみたいな、ない、マスクして。悪人ポイント、善人ポイントのような感じで、なんかちょっと。いや、やばいかもしれない。あ、これがあれ、クリスタルブルー。結構広そうだな。まあ、でも、素直に行くのがいいか、とりあえず。探検もしたいけど。お、なんか、お、ニワトリじゃん。かわいいじゃん。持てんの。うっす。おっす。ここ前世の約束と結ばれている。へぇ。昔から仲良し、なんか前世のあれかなんか。なかなか深いテーマだな、それはそれで。また悪さの質に来た。ああ、そうか、この人がそれか。なんか面白いな、結構。乱暴者と。何歳ぐらいなんだろう。お腹あると。統一つながいろいろ漁るっていう。漁ったらいけないんじゃないか、もしかして。お、なんか今ドーンと落としなかった？ぶつかったのか。あ、ぶつかったんだ。ぶつかると音するね。まあ、いろいろちょっと探検する。お、なんかやってる。不思議な力を持った織物。ほう。織姫。すごいな。今壺あったよね。だから乱暴も打てられてんのか。まあちょっと今俺の両親が一瞬とがめてしまった。ちょっとやろうと思ったけど。スキップできるのいいな、なんか会話を。入れんじゃん。いいね。俺ここら辺がいいわ。でもこれズルズルズルっていくんだよ、これ。だんだんこの差が開いてきてるから。で、落ちるっていう。まあでもこれ単線で固定されてるから多分。まあ素直ないと思うけど。結構いい感じじゃん。お、すごい。
これジャンプできるのもしかして。お、ジャンプできるんじゃん、すっげえ。すごいな。俺のやりたいことをなんかあれだね。RPG でなんかこういうことできたらいいのになっていうのがなんか結構あるな。いろいろなんか具現化してくれてるっていうかなんか。めっちゃ嬉しいじゃないか。え、あ、そっか、もう長老には戻ればいいのか。でももったいないな。多分話進むべ。多分。変な遊びを教えない。そらやばい。そらまずい。こういうことね。バカー。やばい。やばくね？会話が変わってる。ちょっとなんかこれ、俺ダークサイドに染まるかも。クリスタルブルー。だからなんか光の、なんだっけ、光とかなんか闇とかそういうなんかあるじゃん。二つのなんか勢力がなんかあるっぽいじゃん。なんか、オープニングの聞いた話だけど。今んとこ、氷になっちゃうよね。それはちょっと怖いな。まさ夢になれそう。今んとこ俺、悪いことしかしてねえ。いいこと全然やってねえじゃん。落ちそう、これ。ワンダープロジェクトみたいな。こういう裏が怪しいんで。なんもないか。街結構広くない？お、なんだな。全然話しかけられない。やるじゃん。おい。どのぐらいのあれなんだろう。この並木ヒア。へい。小屋。言えねえ。お。変な気分になる。こんな風に働いていた？ああ。なんかあるよね、たまに。俺もそういうのあるよ、なんか。まあ、とりあえずこれでも、まあ、食っとけよ。あれ？こいつ！微動だにしない。もうそれどころじゃないんだな。やばいぞ、これは。相当やばいかもしんない。なんでこの置物が、だって置物いっぱいあるって結構やばくない？なんか。あ、なんかこれやばいぞ。いや、絶対これやばい味じゃん。よし。やばい！止めちゃった。まあ、いいか。ははは。ところのつしやすらん。まあ、逃げよう。はあ、また怒られるぞ、これ。やばいよ。ニワトリがくるくるやってる。あれ、あっちもくるくるやってる、もしかして。あ、真似してんだ、もしかして。すげえな。もう自分の家がどっか上がるのにした。結構こんな、のんびりしちゃってるけど、いいのかな、なんか。お、何ここ。封じ込めることのできる石。ひひひ。プライムブルー、ジェムみたいな感じかなんか。これ書いてどういう、どういう物語展開されていくんだろうな、これから。よろずや。え、なになんか売ってんの？え、なに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 これ。不思議な球根？奇跡、毒消し、六角軍の服のがいっぱいあるんだ、なんか。お金持ってなくね？泥棒するしかないか、じゃあ。そうするしかも俺には道は残されていない。ダメだ、そのままやっちゃ。ゆうかは真似しちゃいけないぞ。回ったっぽくね、なんか。あ、こっち行ってないのか。こっちでもなんか行ったらなんかあれだな。あ、なんか家があるじゃん。これ誰の家？お？占いの館。よし。災難の層。もう俺結構やばいことやってるからな。もう因果応報だよ。絶対やばいこと起きるよ。だってもうすげえ迷惑かけまくってもね。お、なんかかぼちゃがある。これも何に持ってけんの？え？やばい！もう分かってんじゃん。あー、俺これどうなんだろう、これ。多分もう、ここも、結構やばいことやったからな。うわ、心配だわ、もう。え？あれのあれ？なんか開けちゃいけないってやつじゃないの、これって。いやー、ダメでしょ。いやー、やめた方がいいよ。いや、やんな方がいいと思う。うん、やったほうがいい、それで。おー、いいよ。かまんもんか。俺には興味ないの、お前、クラウドか、お前は。どこのクラウドだよ。でも、これずつ話進まないだろ。え、お。え、大丈夫？やばくね？え！吸い込まれた。持ってかれたんじゃね？引きずり込まれちゃった、ほう。ああ。え、じゃあ俺、これやったらどうなった一体。え、でも俺結局行かなきゃダメなんじゃないの？じゃあもらっていくわ。あげらんないんだ。長老どこ行ったんだよ。え、行くべき？あれ、行けないじゃん。
どうすればいいのこれ。お前それどころじゃないぞ君たち。もっと今結構やばいことが起きてるぞ。ほれ目覚ませ、乱暴者だな。おお、なんかめっちゃ話しかけると。ランラン。ツボ？はい。持ってたよ。どうすりゃいいんだよ。送ってできないの？他のところでやってみるか、ちょっと。置けなくね？そういう、あれか、罠か。完全罠だな。これどうすんの？あれ、やったらやったら話進んだのかね。多分俺が吸い込まれたべ。ちょ、エルにちょっと話聞いてみよう。占いの館かな。あれ、いないじゃん。どういた？ちょっと話を聞き、ちょっと今やばいんだよ。あれ、いないじゃん。どういた？あっちか。おいたいたいた。ちょっと今やばいんだよ。お。来るべき時のためのもの。で、これでいた俺はどこに行けばいいのかって話だよな。占い？いやー、そこじゃないか。まあ、いろいろ行ってみようかな、これ。なんか映ってる。見たことない人は見たことない場所が。あ、それがあれなんじゃないの？俺も見た方がいい、それよく。もしかしたら。なんか映ってる。でーでってってーってな、ちょっとなんか怖いな、が。それ見た瞬間にちょっとホラー展開になるんじゃないのかな。それがあれなんじゃないと、吸い込まれたやつらとか、そのなんか世界が映ってんじゃないのか。話しかけられてる。なかなかのフットワーク持ってるな。どうしよう、話進まなくなったんだけど。寝ればいいのかな。寝よう。よし、寝て全て解決すれば、もしかしたら。でも本当に寝れたな。寝れると思わなかったけど。長老いるでしょ、もう。もういてもいいでしょ。なんでいないの？書き置きかなんかないの？こっちに。どうしよう。俺ミスったかな？選択をミスったもしかして。なるほど。そういうことか。はっ！おぉ。やばいじゃん。本当に、本当にいけそうじゃん。なるほど。こういうことだったのか。あれ？逃げた？あいつ逃げたよね、今。目が潰れるってどういうこと？なんか、やっちゃいけないって人いるよね、なんか。やっちゃいけないって言うか、なんか。なんで？でも普通に外にいる人もいるし。なに、魂抜かれた？これさっきのやつじゃないの？なんだこれ。助けて。ここから下ろしてくれ。なんつった今。すまん。もう一回聞かせてくれ。ここから下ろしてって言ったのか。もう一回話しかけて俺に。下ろしてよ。誰だ。うわっ！強い力と静かな心がこの風に溶ける。さあ、心を落ち着けて。この箱に触れてみておくれよ。誰？誰だよ。魔物じゃねえか。おめえは。喋ったあれかよ。ヨミって名前がある。へえ。しまい込んでいたのか。この箱の中の世界に入ることを恐れた。箱の封印を解いた者には、持ち主になる資格が与えられる。ほう。セレクトで自由に行きできる。箱の中。何これ。戦闘でまあゲットできるって感じか。戦いの手引き。うん、攻撃の方、なんかここから始まりそうだな。なんか強さの鏡。設定メモ。ためになることが書いてある。まあ、いろいろ見てみればいいか。次の部屋行くぜ。ちょっとたまに飛ばせしまうな、なんか。
装備して X 装備して相手に話しかける。そういうのも必要になってくるのか。 L ホールホール何でも食っちまう。すげえ、なんか AF5 みたいな感じだよ。なんか装備しないと戦えないからな。ここで装備できるんだ。なんか部屋いっぱいありすぎじゃん。ちょっとなんかいっぱいあるよね。いちいちなんかじゃあ装備ないその部屋に行かなきゃいけないってこと。ほう、気が合うと思う。まあ、先にここら辺 見るのがいいだろう。見れなくね。手引きがあるとか言ったよね。次の部屋ってどこ行ってるの。これ何、これこれは武器か。おお、うっす、うっす。話しかけられないじゃん。お、開けちまうね。家の前に操れる者が訪れるのを待っていた。知恵を持った時初めて私の存在を知る。時は同じように巡る。誰だ一体それは。お、なんか武器かっこよくない。なんかこの外、まだなんか見てないのに。あれ、これこれ怖い。動き始めてるような気がする。みんなそうなっちまってる。あ、やばくね。狭い町を出て自分の住んだ世界を確かめてみる。どういうこと。長老何行く。箱はセレクトで行けんだっけ。まあでも先にここあれだろ、行くべきだろ。なんか結構あれだな、すごい展開だな。最初から。え、これどうなのこれって。なんで封印取っちゃったから。長老もどうせあれだろ、もうダメだろ、多分。いねえし。これいつ開けられるんだ、俺は。絶対重要アイテム入ってるだろ。開けられないってことは。あ、いるじゃん。オート開け。なんで？いや、開けたの俺じゃねえしな。ふざけんな。どっちでもいいとか。いっそのとこお前待っておる。ほう。なんでそんな全部余裕ぶっこいてんの。なんか余裕ぶっこきすぎじゃない。一応村人がなってこんななっちゃってんだ。おいし、てかなんであなただけあれなの。自分で探す箱。バランスが崩れてしまった。お、やっと来たか。50ジェム出た。不思議な球根。じゃあ行ってみるか、とりあえず。お、なんか映ってんの、もしかして。あれってこれなかったよね、さっき。行ってやるぜ。ふん。どこまでも行く。